さあ、特別なミッションを用意した。なや。ズバリ。研修、やだ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 、働きたくない。いや、勉強したくない。そうだ、他のチームに入って勉強してこいってことだ。他のチーム行くの？どういうことですか？簡単なことだ、お前らより活躍しているチーム。つまり、先輩チームにしばらく入り、その働きぶりを見てくるんだ。マジか、めんどくせえな。じゃあ早速行ってこい。今すぐですか？当然だ、研修先のチームとはもう話をつけてやる。さあ行ってこい。そよ風ヒルズ、ひょうたん行け、さっさと挨拶しに行ってこい。オッケー。第4話、ひょうたん行け、縄張り合戦。始まるぞーい。じゃあ人魚とかカッパなんかな。おい、お前ら聞いたぞー。バスターズやららしいな。おう、行かねえとな。呼び止めて悪かったな。いいことを教えてやろうと思ってた。なになにコーチ、レベルアップの方法、進化についてだ。マジか、ついに来たか。 B ボタン連打しない。進化と合成ができるようになった。レベルームではね、レベルアップの他に妖怪の進化と合成もできる。なんか進化の合成も爆速コーチに任せておけ。妖怪の中にはレベルアップすると進化できるようになるやつもいる。進化できるようになったらレベルームで好きな時に進化させられるぞ。妖怪を別の妖怪の別の妖怪やアイテムの合成して他の妖怪に変えちまうのが合成だ。合成は組み合わせがあるからな。やってみるよ。何これ。さあ爆音クラクションもらった。ありがとう。何ずら、いいぞ。よし。さあ、なんか進化できる妖怪いるか見てみようか。ねえ、レベルアップって進化できねえ。なんか進化進化、妖怪の進化、誰もいねえ。誰かいない。あ、コマさん進化できんの、やばそう。コマさんって、コマさん、怖い怖い怖い、コマさん死なないで。ねえ、なんか何、でも進化素材の道具が全然ないからほぼほぼできねえんだけど。あれ、ジバニャンってトゲニャンとかに進化できるねえ。あ、こいつか。おともらしはこれと合成するとなんか別の妖怪になるんだね。せっかくだからやってみようか。これ1300も使うのお前。まあ、いや、やってみよう。いくぜー、合成。うわ、悪そう。田舎のヤンキーじゃねえか、おめえ。なあ。田舎もんって三輪車じゃねえか、しかもそれ。さあ、ホードボードに預けられた。こいつ、ランクどうなんだろうね。ありがとう。さて、爆音鳴らし。ね、ランク、B ランク。結構高いんだ。ねえ。新速アタック毒取り付き、パラリラ大爆走とかなんかいろんなあるんだな。で、コマジロ、D ランクの妖怪ですね。うん、気合の一発、風雷サンダー、電流の術、雷の術が得意かな。でもちょっと今入るスペースがないのでお留守番してもらいましょう。ごめんな、コマジロ、コマジロズラ。よし、それではね、メンツはこのままでね、改めて行っていきたいと思います。それでは、次は、新しい指令室行かないとね、先輩のとこへ。どうしたの？新しい壁紙？何壁紙って。KJ メンバーから届いた応援の品です。あらららららら。妖怪パッドの壁紙、ゴージャス、KJ。何壁紙とかあったんだけど。ありがとう。妖怪パート見てみましょうか。壁紙ってどこで設定できるんですか？どこで設定かな？あ、あったあった。で、この壁紙を、ゴージャス KJ っていう、ね、ものに変更しておきましょう。せっかくだからな。すごいなんか、雰囲気変わったね。いいね、これ。よし。じゃあ、今から行く前に一回だけガシャ引こうかな。俺、たまにガシャ引きたくてたまんなくなる時があるから。
さあ、ガシャコインで回していいと思います。犬神、大闇、百鬼姫出る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 頼む !S ランク !SSS ランク百鬼姫と出た、やった、来た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 、友達になれい、しかも超大当たりで、しかも最高に可愛い子が来てしまった。ありがとうな、みんな。俺もこの百鬼姫と二人でデートするから。さあ、大辞典の封印が引くと解かれた。そうか、今回も妖怪大辞典があるんだね、ほんと。ね、全部集めてまたレジェンド妖怪。ね、俺レジェンド、レジェンド、レジェンドってやつ。早くしたいんだけどな。さて、百鬼姫、レベル1なんだよね、まだ。で、とりあえず全振りしておきましょう。6。吸血、ね、スキル。攻撃した時に1ポイントを吸収する。あられの術、ときめき百鬼発光に攻撃回避。いいね、これ。ぜ、もうめっちゃ強いじゃん。百鬼姫は、ちょっと、使いたいな。誰かがクビになります。ね、誰かがクビになるにだ。電話だ、誰？お母さん、早く帰ってきて。約束の時間遅れちゃうじゃん。あれ、繋がってない？あー、またふみちゃんにがっかりされちゃうよ。なにこれ、サブミッション、落ちこぼれバスターズ奮闘記。ふみちゃんって話題出てきたんだけど、どういうことでしょうか。さて、ちょっとレベル上げも兼ねてね、1000倍のね、ところ行く前に、今のミッション受けちゃいましょうか。はい。じゃあ、ストーリー、サブミッションですね、おそらく。1個前かな。ここですね。さくら中央シティ。え、これじゃないな。どこだろう。サブミッション。あ、これか。あ、やばい。元落ちこぼれバスターズの昔のお話。とある人間の友達のために大活躍。おすすめレベルは 14!14 か。きついな。いけるわ。いってきます。誰一人、ウサピョンしかレベル足りてねえっていう状況。ねえ。ちょっと待ってください。持ち物整理だけさせてくださいね。よし。それでは、行ってきまーす。ケイタくんとフミちゃん。マジか。ケイタから電話かかってきたにゃん。いい、声間違いなくケイタくんでした。ケイタくんいたんだ。ケイタ？私のご主人である人間の男の子でジバニャンの友達なんです。ここに人間からの電話がかかってくるはずないぞ。細かいことはいいな。ケイタは何言ってたのにゃん。フミちゃんにがっかりされちゃうとか言ってましたね。前にもそんなことがあった気がするよね。あの時はウィスパーのせいでひどい目にあったにゃん。無理。さあ、改装ミッションだね、これ。ウィス？でもウィスパーはケイタ君のとこいなくていいの？ここに来る前の話だよね。ウィスパーが自分が隊長だって言い張ってた頃の。さて、どうなってしまうんだ。あ、ケイタ君だ。フミちゃんにいいとこ見せたいんだって。なんかいい感じにしてくれる妖怪とかないの？いい感じにしてくれる妖怪ってどんな妖怪にゃん？あ、なんかこれ妖怪ウォッチな気分だな、こんなシーンになると。お任せください。ほんとかよ、おめえ。いい感じにしてくれる妖怪をお連れしましょう。ありがとう、ウィスパー。ふみちゃん探さなきゃ。あんなこと言ったって、どうする気にゃん。どうするも何も。どうするんだ。バスターズ出動で、ウィス。なんで俺たちまでやらなきゃいけないにゃん。あとでチョコボあげますけど、ね、にゃん。仕方ないにゃん。俺もチョコボを食いて。俺チョコボ1回しか食ったことねえんだよね、ほんと。最近もう売ってないの。ね、全然見ないんだけど。さあ、ミッションスタート。え、ちょっと待って、これ。ジバニャンとかじゃん。大丈夫、レベル上がってるのかな、これ。いい感じにしてくれそうな妖怪を探そうで、ウィース。さあ、ウィスパーがなんかいるんだね。おならず者、お前じゃないわ。おならず者の。臭い。ケイタのおならで気を引くにゃんって。さすがに無理だわ。
もっとまともな妖怪いねえの。モテモテ、おめえだおめえだおめえだ。モテモテがいればモテモテ間違いなし。でも友達にならなかった。ふみちゃんはケイタくんに持ってみる。メルデウィスー。じゃあモテモテをまず友達にするっていうのが目的なのかな。俺にも取り付いてくんねえかな、モテモテ。もう全ねえ、この世に生まれた男の夢だからな、モテモテに取り憑かれてるっていうのは。頼む。でも人生に2回ぐらいはモテモテになるって聞いたことあるけど、3回だっけ、モテ期が来るって。ねえ、皆さんモテ期って来たことありますか。ねえ、僕はやめとこう、この話は。な。さて、モテモテンがね、学校のところにいましたよね。あそこかな？さあ、ジミーフィールドって何これ？この初アイテムじゃん。少しの間姿を消す。いいね。よいしょ、温泉行かない今から。あ、モテモテン。なかなかいませんね、ほんと。ウィスパーのカリスマが足りないからにゃん。それはちょっとあるかもしれねえ。ん？俺この地場野郎ってのが好きなんだけど、ほんと。よし。あっ、おならず者と友達になるの。いや、いいけどさ、ケータいい感じにできるか。ちょっとこれやばい未来しか見えないんだけど。あっ、他にも妖怪いるから考えた方がいい。でもちょっと俺ケータモテモテにさせてあげたいねえ。俺いいやつだからさ、みんな。ケイタくんに、モテモテにさせて、ふみちゃんと、イチャラブさせてやりたいけど、メラメライオンでもいいかなって思う。ちょ、メラメライオンは見てみたい。ねえ。まあ、メラメライオンか、なんだろう。モテモテンがいたら、なるべく仲間にしましょうか。おならず者はね、ちょっとこれケイタくんかわいそうだからさ。めっちゃいいやつだよな、俺。ケイタがかわいそうだからやめとくよって。なあ、俺みてえな友達のやつと友達になれてよかったな、ケイタ。なあ、おらー、当たってないにゃーん。くそー、おならず者しかいねえ、ここ。さあ、不気味エキスね。もうさっきからね、エキス、かけらじゃなくてエキスばっか手に入ってるの分かりますか、皆さん。ね、いいですね、早く。でも、なんかさらにね、なんとかの塊っていうアイテムもね、手に入るらしいんですよね。そっちが欲しいんだけどな。早く欲しいな。もうちょっと上かな、レベル。おならず者。ちょ、もうめんどくさくなってきたな。ちょ、もう俺、おならず者でもいいかなってなってきた。ねえ。俺もうおならず者でいいや。うん。よろしくな。俺と友達になれてよかったな、ケイタ。うん。妖怪メダルゲット、やったー。さあ、ふすま出現。本気でおだらず者連れていくの。やめた方がいいと思うにゃん。でもみんなに無理無理言われてる。隊長である私の目に狂いはありません。さあ、ケイタくんのもとへ行きましょう。これもう確実に怒られちゃうよね。まさかウィスパーが追い出された理由ってねえ、ここでおならず者を持っていったからってやつ。やばすぎじゃん。プー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 ってしたらもう恥ずかしいよ、それや。ロボには呼んでいこなきゃ。よし、さあ帰りましょう。え、どうなるのこれ。めっちゃ怒られるやん、絶対。さてはて、あれ、この後どうなんの。お宝発表、メダルくれよ。あ、ハズレーって、ミュージックカード。ハズレとかあるんだ。へい、さあ、おならず者と友達になった。え、あー、じゃあ今のだったらモテモテん友達にしとけばよかったな。ね、パトロールで行ってこようかな、後で。よーし。さあ、結果どうなったの。あ、来た、ふみちゃん。あ、ケイタくん。ふみちゃん、偶然だね。今なるです、おならず者。いや、本当にやっちゃっていいのかにゃん。おいらに任せろー。え、二人とも取り付いたの。
どうかしたの？ふみちゃん、あのさ、あ、今のもしかして、けいたくん？俺じゃないよ。ふーふ、ふ、あ、またてりゃーんって、あ今のは、あのいや、だけどバカなんかハード出てんだけど、ふみちゃんごめんな、けいだ。俺が不甲斐ねえばっかりに。そんなことがあったのか。あの日は大変でした。全部ウィスパーのせいにゃん。ウケる。結果があれだが、誰かのため頑張るのはいいことだ。この通りでウィス。結果を出すにはもっと特訓が必要だ。あす、マジか。無理。切ない。よし、ね、久しぶりに啓太くんとか見れてよかったな。いいね。さて、ちょっとレベル上げしてみましょうか。今のね、もらったよ、鬼玉で。もちろん、百鬼姫だから。はい、ガンブリ、全ブリ。かわいい、百鬼姫。さあ、レベルは10までアップしました。ね。こんだけ上がれば、もういいかな、と思います。よし、それではね、ちょっと持ち物だけ交換したいな、と思いますが、持ち物はいいか。よし、さあ、メンバー入れ替えましょう。バイ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 、ほんと今までありがとう、ありがとうダニ、また会おうダニね。さて、ウサピョン、いや B ランクだからな、どうしようかな、どん悩むな、自爆っす、こまちゃんなんかおかしいな。あー、悩む。あかん、じゃあ、ジバニアン強いからな、でもやっぱ、お前だな。よし。入れ替えましょう。さあ、ウサピョンとお別れして、百鬼姫を入れたいと思いまーす。強い。さあ、装備、ジバニアンね、この見習いの刀って強そうな方を渡しておきましょう。よし。さあ、百鬼姫、何も装備しなくても妖力50。ね、後で持ち物をあげ渡してあげましょうか。これでめちゃんこ俺の、ね、パーティーメンバーが強くなりました。あー、めっちゃ可愛い、なんかもうテンション上がってきたそれではね、次回ね、氷炭池の研修ミッション行ってきたいと思います。見ていただきありがとうございました。お疲れです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。